生き物飼ってるとね、いいことも悪いこともあって、まあそれが面白いっちゃ面白いけど、できればいいことだけあればいいけど、まあそうもいかないんでね。この映ってるグラディオ君だっていつ死ぬか分かりません。違うんだよな。気づいて、それは、あ、よかった、はい、まあね、まあ、さっきも言いましたけど、このグラディオ君もね、いつ死ぬかわからない。まあ、なんていうかな、いわゆる恒温動物に比べるとね、まあ私は変温動物を主に飼ってるわけですけども、ハムスター以外ね、やっぱり分かりづらいですよね、あの体調みたいなのがね。変温動物って、今変温動物って言わないみたいなことをどっかで見ましたけど、分かりづらくてね、いきなり死んだり、まあ分かりづらいけど、別に何か今言いたいわけじゃないです。なんとなく喋ってただけなんで。よう見てるわ。ホースが邪魔だからどかそうと思ったら、よう見てますわ。そのホースをどうするのよ。こうやってカニのね、食ってとじーっと見てられる人間ってそうはいないと思いますよね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。それではまた。